はいどうも、チャンダルクです。というわけで、今回は、うちの庭にゾンビがというパズル系ゾンビ実況やっていきたいと思います。はい。というわけでね、なんでこうやってカメラつけてるかと言いますと、こちらのゲームをね、鼻で実況したいなと思ってまして、こうやってカメラの方をつけております。が、やっぱり、ね、そのマスク外しちゃうと、その顔バレだとか怖いじゃないですか。ね、あと、それとあと、これどけちゃうと、何あのコメントでめっちゃブサイクやなというコメント多分溢れ返ると思うんで、ちょっと炎上をかけたね、自分の社会的地位と炎上をかけたね、ゾンビ系パズル実況をやっていきたいと思います。一応ね、39ステージまで進んでますが、やっぱりその爽快感をね、ぜひとも、紹介してほしいっていうことだったんで、ちょっと前のステージ戻りたいと思います。ここ、手使います。はい。ちょっと待ってよ。大体どれぐらいや。そうですね、大体ここの24ステージぐらいが一番いいかなと思います。はい、やっていきます。さあ、ローディング。さあさあ、結構ローディング早いですね。さあ、やっていきましょう。こちらボスですね。ここを取りたければ、アリがね、全部置いていきなって、命だけ助けてやるぜって、もう死んでんのか、ヒャッハーみたいな、なんかこう、ちょっと、昭和的な、こう、乗りツッコミですね。はい、やっていきましょう。はい。基本、3つ揃えたら、ブロックが破壊できて相手を攻撃することできますが、4つ揃えると爆弾だとか、横1列破壊したりだとか、縦1列破壊したりだとか、いろいろとできますので、ちょっとそれをお見せしたい、いきたいと思います。はい。じゃあこれ今4つ揃いそうなんで揃えます。よいしょ。あ、ミスった。はい。はい。OK。こういう感じで、なんだ?意外が多分出たと思うんだけど、これちょっと破壊してみようか、じゃあ。ちょっと待って。オッケー。これ破壊しつつ、じゃあ、意外が破壊します。ほっ。ほっ。ほっ。難しい。はい。こういう感じで、結構、連鎖じゃないんだけど、いろいろとね、破壊できますので、爽快感を求めながらやっていくっていうゲームですね。はい。じゃあ、次々とやっていきたいと思います。いくぞ。オッケー。なかなか揃わない。オッケー。こんな感じで揃えていく。で、4つ揃いそうなのがないね。じゃあ、3つ揃えていこう。3つ揃えて、この、赤。よし、オッケー。この赤揃えつつ、このカボチャも、オッケー、いいぞ。ちょっとこれ声こもってない、大丈夫ちょっとマイクがね、ここら辺にあるんですけど、ここら辺にあるんだ、ここら辺にあるんですけど、ちょっと声こもりそうだったら声ちょっと近づけようか。よし。ほっ。なんか敵さんこうやって邪魔してきますね。ほっ。よし、オッケー。で、ほっ。あれ?よいしょ。あれ?ちょっと待って、この黄色を揃えたい。この黄色縦3列。よし、オッケー。いやーちょっと意外と難しいぞこれで、赤色揃えたい、これを赤色、赤盾、お前動け、待て、動け、ちょっと待て、オッケー、よし、こんな感じ、どこ行こうかな、次どこ揃えようかな、この柵はね、隣接するブロックを破壊すると、一緒に壊れます、ちょっと見といてくださいね、よいしょ、あれ、ミスった、最悪、これクマさんを揃えたいんだよね、俺、クマさん?あれ?クマさん?ちょっとクマさん揃えなかったです。あ、いけそう、これクマさん。クマさん?よし、オッケー。クマさん揃えて、クマさんの、意外画ができました。はい。で、どこ行こうかな。クマさん、あ、ミスった、最悪!ちょっとミスった、ボム作りたかったな。どこ行こうかな、じゃあこれ。4つ揃えられる場所ある?ないな。ないから、じゃあ、このカボチャちゃんを動かしつつ、で、これで、炎ができますね。この炎は何かって言ったら、このフィールド全体、全部の、当たった。例えばこれ今緑に当てたら、この緑のやつが全部なくなるんで見といてください。ちょっと緑いけるか?よし、OK。こんな感じで緑全部なくなって、一気に落ちてきます。はい。結構強いです。これが多分一番強いのかな?で、これこっち動かしといて、手と、さあ、これで、結構いいですね、今回。なかなか気持ちいいぞ、これ。で、この緑を、あーミスった、まあいいや、オッケー、結構オーライで、これ黄色ちょっとやろうかな、よいしょ、オッケー、こんな感じ、意外と鼻でできてるぞ俺今、いいぞ、で、クマさん行こうか、クマさん、下のクマさん、このクマさん、よし、オッケー、クマさんやっといて、どこ行こうかな、これモークバッショーってか4つないね、4つないなら普通に潰すか、普通に潰したいなら緑オッケー。こんな感じかな。はい。ラストこんな感じで、踊ってくれます。これがね、すごい爽快というか気持ちいいですね。はい。いやー、ちょっと今回点数スコア伸びなかったですね。王冠のところまであると思うんですけど、自分王冠までちゃんとやりました。はい。というわけで今回は、パズル系ゾンビ実況やってみました。よければね、皆さん爽快ですので、ぜひともダウンロードの方よろしくお願いします。